自分の知識を使うことはなく、結構進学校なんですよ、割と偏差値68ぐらいあって、アルバイトと、まあ、浪人を、まあ、頭ですけど両立するのがあなたの選んだ道でしょ。実家には何歳まで行っていいとか言われてるんですか。これ東大を目指したって話なんですけど、成績的には今どうですか。でも通える範囲しか行けないわけですね、大学。学歴あった方が確かにいろいろ便利だと思うんですけど、いやそんなの超大したことない。受かるんじゃねみたいな、もう発想が甘すぎて。ちょっと待ってくれ。違う、俺が教えてるとこだぞ。経営学部で学べる経営のことなんか僕は正直ないと思ってて。あと女の人大事にしなさい。いや別に2人と付き合っちゃいけないというルールない。そうよ。家庭教師の先生好きなんですか。はい、愛してますか。そんな広瀬落ちてしまえもん。